おはようございます、道端です。いかがお過ごしでしょうか。本日は総務省からですね、平成26年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査の報告書が発表になりましたよ。こちらですね、ポイントはブログの方に書いてますけど、まず一つ目、スマートフォンの利用率が6割を超えてきたということ、これもすごいですよね。そしてソーシャルメディアの利用率がなんとこれも6割強という形で、特に20代および30代の利用者がなんと8割から9割程度の高水準に推移していると。そしてですね、それは全年齢層に伸びてましてですね、40代が7割、そして50代もなんと半分ぐらいになっているということですね。幅広い年齢層で利用が進んでいると。これによりですね、メールからソーシャルメディアへのコミュニケーションの手段が移行しているということですよね。こういうことを理解してですね、ビジネスに活用する、それからまた、人々の動きですね、生活の基盤、それからプラットフォームが変わっているということでですね、この変化をチャンスと捉えてですね、ビジネスに展開できるかっていうのが一つ大きな意味が持ってくるんじゃないのかなと思います。特に20代の女性のソーシャルメディアのね、高能されている方ですね、平均で 69.4、 それからですね、これまあ休日で 66.7、で20代の男性のなんと 1.5 倍という、まあ、こういう女性が増えてくるということはですね、大きなビジネスの変化、購買行動の変化が起きるということですね。まあ、参考にしていただければと思います。ちょっとご報告でした。ではまたお会いしましょう。失礼いたします。